はいどうもポッカメです。ここは川ですね。私は今橋の上にいます。橋には落下を防止する手すり欄干がついてますよね。実はここはクモが大量に巣を張ってます。巣があるのはこの端っこの部分ですね。皆さんこういうクモの巣見たことありませんか？ちょっと不規則でボロボロの網です。いっぱいありますね。お、これはなかなか立派な巣。綺麗な円形のコガネグモの巣などとは違ってちょっと見た目が汚いんで、まあ特に気にせずにスルーしてる人も多いんじゃないでしょうか。確かに一見何もいなさそうですよね。でも実はこの巣にはとんでもない主がいます。昼は姿を見せないので日が暮れてからまた観察に来ましょう。夜になりました。あ、隙間から何か覗いてますね。そう、彼がボロボロの網を張った張本人です。ちょっと見づらいですが、何やら黒くてかなり大きな雲ですね。夜になるとこうやって顔を覗かせます。獲物が引っかかるのを待ってるんですね。この子はかなり大胆に体を出してます。この警戒心の強い雲、観察するにはどうすればいいのかというと、巣に草か何かを引っ掛けてみてください。様子を見に巣穴から出てくるはずです。というわけでまんまとおびき寄せました。でかい、まるでタランチュラですね。この雲は黒掛地雲という雲です。かっこいい名前でしょ。どこにいるのかというとオーストラリアです。なんと私は今オーストラリアにいるわけがないですね、このご時世に。もちろんここは日本です。そう、この黒掛地雲は外来種なんですね。1970年に大阪で初めて発見されてから早50年、現在では本州から九州まで確認されていてすっかり広まっちゃってます。外来種のクモって言ったら同じくオーストラリア原産のセアカゴケグモが有名ですよね。実は外来のクモが定着するのって意外と珍しくて、黒掛地雲はセアカゴケグモが発見されるまで近代以降に日本に移入した唯一の外来グモと言われていました。黒掛地雲は見た目はなかなかごつくて強そうなんですけど、セアカゴケグモのような強い毒は持っておらず、性格も臆病なので恐れなくても大丈夫です。まあとはいえ噛まれたら確実に痛いんでね、素手で握ったりはしない方がいいと思います。黒掛地雲の特徴はまずその大きさですね。メスは体長15ミリになります。足も長いんでかなり迫力がありますね。色は黒っぽくて毛が密に生えていてめちゃくちゃかっこいい見た目です。お腹はちょっと色が薄くて灰色っぽいことが多いです。ただ色はある程度変異もあるみたいですね。自然下では樹皮の間や樹洞なんかに巣を張ることもあるみたいですが、やっぱり一番目につくのはガードレールとか橋の欄干、窓際などの人工物に張った巣ですね。巣は糸を不規則に張り巡らせたボロ網と呼ばれる網で、昼間に隠れるための巣穴を作ってます。巣穴は人工物の隙間を利用して作られていることが多いですね。昼も巣を畳んだりはせず、修復したり糸を追加したりしながら同じ巣を使い続けるので、巣は常に人間の目に触れることになりますね。つまり探すのは簡単ということです。皆さんもぜひ明るい間に巣を探して夜に観察しに来てみてください。性格はかなり臆病なので、一回おびき寄せてもこっちの気配を感じるとすぐに巣穴に戻っちゃいます。観察するときは慎重に。黒掛地雲は牛尾雲科というグループに属していると言われていますが、諸説あってまだこれから変わる可能性はあります。ちなみに地雲ってついてるから地雲の仲間なのかと勘違いするかもしれませんが、崖地雲で一括りなので地雲とは全く関係ないです。ちょっと紛らわしいからね、崖地雲とかじゃいかんかったのかなって思うんだけど、まあ決まっちゃったもんはしょうがないんでね。なお日本には在来種として大和崖地雲という雲がいますが、別の科とされています。巣を張る場所や見た目も結構異なるんで間違えることはないと思います。実は近年黒掛地雲と同じ属の遥掛地雲という雲も日本の一部の県で見つかっているそうです。同じくオーストラリア原産で黒掛地雲よりは小型ですね。体色は黒掛地雲よりも明るいです。黒掛地雲はすっかり定着してしまいましたが、遥掛地雲についても今後の動向に注目ですね。ガードレールでも発見しました。こんなところにも巣を張るんですね。面白いところに張ったね。
巣穴から下に向かって張ってるけど、巣を張る向きとかは特にこだわりはないんでしょうかね。そして裏側にももう一匹います。これはオスなのかな。交尾の機会伺ってるんでしょうか。メスよりかなりちっちゃいですね。ちょっと大きい草を引っ掛けちゃったら必死に取ろうとしてます。さすがに獲物捕まえるのに支障あるもんね、こんだけ大きいと。すまなかった。器用に糸から外してますね。ゴミが引っかかってもこうやって巣をきれいに保ってるんですね。もうちょっともうちょっと。お、取れた。ゴミが取れたらすぐに巣穴に戻っていきました。まあムカついただろうね、こんなことされて。ごめんね。というわけで今回はクロガケジグモを紹介しました。このチャンネルでは外来種についても紹介していくので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。